残してってもらいましょう。新潟はね、一つしかないんですよ。あのね、ワンマンツアーでしたっけね、あれ。アキラさんが衣装忘れたのって。僕の話はいいんだよ。そうですね。その日、僕は仙台で寝坊したんですよ。で、風呂も入ってなかったの。でもさ、もう出なきゃ出発だし、新潟着くじゃん。お風呂入りたいじゃん。お風呂どこもやってないの。だからトイレの掃除用具のところがカカーってカメラあったのすげえ思い出ある。あそこの洗面台俺の信じられないよね。すげえ衝撃的な出来事がありまして、仙台でライブのリハーサル終わった時にアキラさんにめっちゃ怒られたことなんですよね、実は。めっちゃ怒られたんですよ。今の仙台フック、うん、ライブリハ終わった後にね、みたいな感じになって、あのさ、昨日に引き続き僕がなんかバドモンみたいな。でもだいぶね、もうその5、6年経ってね、だいぶね、心も成長できたんでね、ほんとそういう出来事もね、あった頃だからだと思うんで、すごい思い出深い場所であります。仙台ありがとう。そこぐらいの時にね、大阪ホリデー行った時にね、連れて、あの時にね、超アウェイだって後ろのね、人たちを、僕がもうね、本当石ころのように固まっててね、ね、僕も強くね、なりました。もうどんな石ころがみんないようが、俺はね、ってできるんですよ。披露したことがあるんですよ、実は。その時結構急ピッチで前者の講習をね、秋代さんが作って、でもう今日やろうって言ってで、スタジオにパッと入って、あ、大丈夫だ、いけるなっていう時あって、で実際やったんですけど、前者の講習ってさ、秋代さんの振りでダダ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 ダ
ってあるでしょ。その時まだね、アキラさんの頭の中にはあの変人機構があって、なんかね、なんかね、ちょっとなんかね、なんかね、僕こんなね、なんかね、よくわかんないフレーズね、こうやって